はい、どうもソーラーです。ということでね、今回はね、今10月12日月曜日、11時40分ランキング今1万2000位ぐらいなんですけども、その状況でもうこの環境の勝ちパターン見つけてしまったのでやっていきたいと思います。この環境ってあのコンボをひたすら取られて、あの1体落とされて、でまたライジングで落とされて、でその後落とされてみたいな感じで負けるじゃないですか。まあ、コンボ取られなきゃ勝てんじゃないかと、まあ、勝てますよね。この3体ならもうコンボ続きようがないんで、というわけで早速やっていきたいと思います。いや、自分でも思いますね、何やってんだとでもレーティング下がったらどうしようかな。いや、まあ下がんないか、でも理論上勝てるもんな。やばいって黄色2体センスじゃんこれ。ほい、これボージャー変えますか。絶対これレジェル悟空来るでしょ。いきますよね。これどうしようかな。なんとかしてレジェル悟空落とさないとなんですけど、落とした先にまだ親子ご飯が控えているという最悪な状況ですね。理論上これコンボは続きようがないんで、まあ勝てるでしょう。まあ、ガツガツ今のところいい感じですね。全然ダメージ入んないな。どうしようかな。ほいほいほい、あ、やばい、俺はボージャックでインチキカバチからの必殺。この動きは強いですよね。お、なんか重たいな。ほい、最速じゃないけど入った。これいいですね。レジェル悟空でも帰っちゃうなこれな。次レジェル悟空から他のやつに変わったタイミングでうまいことやるか、いや、ちょっと馬ぶるか。馬ぶりました。ちょっとずらして止めて、でここでベジータチェンジのメイン切ってライジング。これ特殊選んだらさすがに大丈夫でしょう。お、いいですね。とりあえずこれで1体落としましたね。これあとレジェル悟空重たいな。落とせるかな。これなんとかしてコンボこっち入れまくってつなぎたいところですが、やばい、追いついてない。お、かろうじてボージャック、相手も結構ガンガン入れてくる方なんで、やばい、あーやばい、入っちゃった。継続続かないか。ここ、あ、違う、ほい、とりあえず必殺までつなげる。これアーツコストがっつり上がるんで、まあ相手余計コンボしづらくなるという。ほい、いいね。ちょっとこのまま悟空でコンボつなげてきますか。さっきからせっかくカバチェンパーティーなのでチェンジしまくってて、なかなかインチキカバチェンが発動できてないんで、今度も一応ベジータチェンジします。あ、やばいやばい、インチキ、イエーイこれ反則でしょ。もうよし、さりげなくもう一周溜まりそう。おお、やばいやばい、助けてー、チェンジ、これは耐えれるでしょう。あ、はい、皆さん、あのこのパーティーの弱点忘れてました。ライジングは防げないライジングは防ぎようがないです。お、しかし読んでいく、これは勝ち筋が見えてきたのではないかね。これとりあえずもうライジング打っちゃいますか。レジェル悟空帰ってこないでしょ。お、これ必殺しかも引ける、あれは読みようないでしょですよね。いいね、これじゃあレジェル悟空重たいですけど、なんとかチビ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 削っていけば勝てるんじゃないですか。あ、近づいてくる近づいてくる、あ、落ちる、もう一発くるでしょ。回収読み、あー、やばいやばい、カバちゃん外してこないから助かりますね。これとりあえず相手場にないから3打っちゃいますか。
ちょっとつなげておいて、これやばいな、削れないな。これさらにもう一周ライジングため狙わないときついですね。最速、あ、やばい、やばいな、突っ込んでみる。よし、しかし入らない。このベジータの相手より体力高くないと、あの出た時の秒玉やっぱ乗らないんで、これもう乗りようがないですよね。これやばいやばい、最速取りたい、最速、あ、だけど圧がない、やばいやばい決められていく。相手気持ちいいだろうなこれ。はい、というわけでね、もう一戦やっていきたいと思います。お相手は、うん、ブーフル覚醒じゃないですけど、結構揃った再生ですね。さっきの反省なんですけど、キャラチェンしすぎた結果あのボージャックのカバチェンしか全然できてなかったので、ちょっとそこは意識してやっていきたいと思います。とりあえず上3体、これはいかにピッコロ大魔王を落とすかの勝負ですね。相手赤2枚の大魔王で来るのかな。はい、対戦よろしくお願いします。あ、違う、21号課金ですね。おーっと、早速食らう。これはカバちゃん話来ない、ちょっとじゃあインチキしますからの必殺ギャラクティックバスター。やばい、釣られちゃった。あ、さすがに外してくるか。ほい、綺麗に見えましたね。全然火力が出ないな。これちょっと削っといて悟空チェンジしていきましょう。近づいてここら辺で、あ、ずらされた、残念。相手カバちゃん話してきてたので、ちょっとあえて少し、おっ、それは、あ、失敗した。こっちじゃ受けれない、ベジータじゃ必殺は受けれない。これセル持ってくるよな。ちょっと上振りますか。よし、動いてる。ということでライジング特殊でいいでしょう。よし、入りましたね。これ大魔王落ちたらめちゃめちゃでかいですが、これ落ちるのかな。落ちなかったらどうしよう。あれ落ちない、落ちない、全然落ちない、嘘やろ。でちょっと止めとく、メイン打っとく、回避読み、あー普通に来た。悟空チェンジしていきますか。あれ、ライジング来ちゃう、どうしよう。んー、特殊選ぶのは特殊やつ、あー外れる。あーあーああ、ここ落ちちゃった。とりあえずタックル、打撃止められる、接近してちょっと読んで攻める。さすがにセル返ってくるかな。ちょっと必殺まで、こうじゃタックル来るかな。いやー、さっきからこのパターン はまっちゃいますね。カバちゃん間に合わないし、いや、ライジングで大魔王が落とせなかったのが痛すぎる。それでタックル、ああ大気間に合っちゃう。ちょ、あえてもう一回タックル、すぐ避ける、ダメ、ずらしてみるけど回避読まれる。これはちょっと、あ、これもう一回、やばい、やばい、落ちる、いや、まだいけるな。あ、でも意外と硬い。
あ、ベジータ意外と硬いですね。さすが貫突。あ、もうダメか。さすがにタックルはダメだな。はい、対戦ありがとうございました。ということでね、インチキカバチェン三人衆やってきましたが、うん。勝てません。